実はこの間買った雑誌にすごい付録がついてきたんです。それをお見せしたいと思いまして。そういうのとはまたちょっと違うすごいなのですが、これです。そうです、みんな憧れの漫画家セットです。これがあれば漫画が描けちゃうんですよ。ほら見てください、これが原稿用紙です。これがペン、これがトーン、これが専用の定規。説明書もちゃんとあるんですよ。私昨日熟読しました。このペンを使うためのインクか墨汁は自分で用意しないとダメみたいです。それでですね、本題の相談なのですが、私このセットを使って漫画を描いてみたくて。でも初心者には難しいでしょうか？ありがとうございます。やってみたいです。私書いてみたい物語が頭の中にたくさんあるんです。聞いてもらえますか？ありがとうございます。心強いです。私書いてみたい物語が頭の中にたくさんあるんです。聞いてもらえますか？熱いバトルものはもちろんなんですが、推理ものもいいなぁなんて思っていまして、それにホラーにも興味があるんです。スクールアイドルを主人公にした物語にも興味がありますし、グルメものなんかも面白いのではないかと思うんです。そうなんです、溢れるアイディアが止まりません。